日本時間の今日の午前ですけれども、トルコを震源とします大変大きな地震が発生しております。現地時間トルコですと、4時17分ごろに起きました。USGS アメリカ地質調査所によりますと、地震の規模はマグニチュード 7.8 となっておりまして、内陸の大変浅いところを震源とする、巨大地震に近いような、規模の大きな地震が起きたということになります。こちらがトルコのディヤルバクル、の様子になります。建物が崩壊しておりまして、それを、救助をする、方が、写っている写真です。で、後ろ側の建物も損壊している様子が見て取れるんですけれども、これよく見ますと鉄筋コンクリートの建物になるんですけれども、今日のこの地震によって崩壊している、そういった画像も入ってきております。この地震によってトルコとシリアで多数の死傷者が現在出ているものと見られます。これが USGS アメリカ地質調査所が決定した震源の位置を示したものになります。今もですね、活発な余震活動が続いている状況なんですね。こちらがこの今回の震源と、そしてトルコにある断層の位置を示したものになります。赤い×印、これが今日起きた地震の震源でして、トルコ東部をですね、南北に走る東アナトリア断層で起きたということが想定されます。で、この地震の揺れの推定のものがですね、こちらです。これも USGS アメリカ地質調査所が揺れの強さを示したものになるんですけれども、最も強いところでは日本の震度階級にして震度6弱から6強ぐらいにはなったのではないかというふうに見られます。で、この震源に近いところでいきますと、各都市、トルコのですね、大きな都市を重ねてみます。ここにありますのがカフラマンマラシュという都市でして、こちら人口100万人以上です。その大都市の直下で今回断層がずれたということになります。で、先ほど被害画像でご覧いただきましたディアルバクル、ディアルバクルというこれも大きな都市なんですけども、こちらはねだいぶ離れてます。ここなんです。震源からは290キロ、この断層のずれから見ても100キロ以上離れたところでああいったビルの倒壊が起きているということになります。そしてもう一つ大きな被害が出ている模様なのがマラティアという都市になります。マラティアはもう少し震源に近い場所に当たるんですけども、それでもこの辺りなんですね。この震源から見ると170キロ離れています。人口40万人以上の大きな都市です。このようにですね、大変大きな都市を含むこの人口の多いエリアの直下で起きた大きな地震、マグニチュード 7.8 の巨大地震に近いと言っていいレベルですので、かなりの被害が出ている模様です。またシリアですね、アレッポ、ここにアレッポという都市があります。ここが160万人以上の大都市なんですけれども、こちらもですね、震源から100キロ程度しか離れておりません。トルコだけではなくシリアでも大変大きな被害が出ている。原因というのはかなりこの国境をまたぐような形でですね、強い揺れが及んだということになっております。このようにですね、マグニチュード 7.8 という非常に大きな地震でしたので、この後も余震活動が長い期間にわたって続くものとみられます。現地ではおそらくこの壊れかかった建物というのがたくさんあるような状況だというふうに見られます。そういったものがまた被害を受ける恐れもありまして、当分の間はですね、警戒を要する事態ということになりそうです。以上、この時間はトルコ、シリアで発生しております大きな地震被害についてお伝えしました。